繁殖型の例ライフゲームにおける繁殖型とは、セルが無限にあれば無限に増え続ける物体である。最小の繁殖型は10ピクセルである。また、繁殖型は自然生成する確率はゼロに近い。最初に発見されたパターンは、右のグライダー銃である。右上のグライダー銃のように、同じ物体が増えていくパターンが多い。しかし、 マックスのように物体を吐き出さないものもある。右上のグライダー銃では30世代ごとに5ピクセルずつセルが増える。そのため無限にセルが増える。ジョン・ホートン・コンウェイはどのような図形も再現なく増えることはないと予想した。そしてコンウェイは1970年末までにこれを証明または干渉した最初のものに50ドルの賞金を提供することにした。 1970年11月に MIT のグループがグライダー銃を発見し、これを反証した。本体はその場で振動子となり、移動物体を打ち出すパターンが銃である。最初に発見された銃がグライダー銃である。これに対し、本体が移動物体で移動した後に固定物体や振動子を残していくパターンをシュシュポッポ列車という。本体が移動しながら、 移動物体を打ち出すパターンを冷気といい、B ヘプトミノによるシュシュポッポ列車の機関車部分に宇宙船をせき付けたスペースイ気というパターンがある。以下に挙げる小さい処刑から再現なく成長するパターンはすべて最終的にブロックのみを生成するパターンに収束する。以上の例で示した成長はどれも線形だが二次的に成長するパターンもあり、ブリーダーという。 ありがとうございます。